こんにちは。今回はですね、アスリート茶会っていうものに参加してきました。アスリート茶会っていうのはですね、ラクロスの動画があったと思うんですけども、その一緒にやってもらった小堀、総称ですね、総称ちゃん、小堀ちゃんがそのお茶の先生なので、まあ、前回、やった時に、まあ、クリケットでティータイムがあると、彼女はお茶の先生なので、まあ、お茶っていうものを一度どうですかと、チームの皆さんでどうですかというお誘いをいただきまして、我がワイバーンズクリケットクラブのチームメイトと一緒にお茶をいただくと。メンバーではですね、同じワイバーンズクリケットクラブの太田君、あとは枠田君、女子で昭和女子大の元田ちゃんが一緒に行ってくれました。それではどうぞ。その柄杓というお湯をすくう道具、真ん中に節がありますので、下からですね、すくうようにお持ちいただいて、そして今釜の温度がですね、上と下で少し違っていますので、湯返しといってお湯を返します。柄杓の中にお湯をいっぱいすくっていただいて、釜から出したらですね、こぼれないようにまず全てのお湯をその釜の中にこぼしますこれでお湯が一定になりましたので、一定になったらもう一度柄杓でいっぱいにすくっていただいて、はい、お茶碗の中にお湯を入れます。ゆっくりお茶碗にこぼれないようにお持ちいただいたら、はい、そこからゆっくりお湯を入れてください。だいたい柄杓の3分の1ぐらいになります。また釜に戻していただいて、柄杓を元に戻します。上向きで、まっすぐですね。はい、そうです。そしたらですね、お茶を立てますが、お茶碗をですね、時計に見立てていただいたら、1時から7時、7時に向かって茶筅を斜めに動かします。今少し濃い緑色になっているのですが、茶筅を動かすとだんだんこう黄緑色になって大きな泡が出てきますので、大きな泡が出てきたら、細かく茶筅を動かして泡を細かくして、最後おつの字をまず注文話しますね、はい、じゃあ茶筅を右手で取っていただいて、お茶碗左手で斜め上から少しこう上に手前ですね、はい、そうです、固定していただいたら茶筅を振ってみてください。ちょっとだけ一瞬お借りしてもいいですか。この緑がですね、泡が立ちるこれぐらいの感じでこういう風になってくるので、これぐらいからちょっと仕上げていただくとあ、そんな感じですね。できたと思ったところでちょっと茶筅を上にして、あ、そうです、綺麗ですね。で最後おつの字、漢字のおつという字で Z を書いて、お茶碗の真ん中からゆっくり真上に上げてください。そうするとふわっとしたのが、あ、綺麗になりました。いかがですか、自分で召し上がってみますか。はい、でちょっとこう正面を回して、そうです、薄いな全然違う、全然違う、全然違います。違うっていうのは重みがない、深みみたいな、重みが弱い気がする柄杓ですね、お湯を入れますので、柄杓、そうでしたから、こぼれないようにですね、お湯をこぼします。で、そうです、ここで一回こぼさないように気をつけていただいて、もう一度お湯をいっぱいすくっていただいて、お茶碗にお湯を入れます。はい、すくいられます。お茶筅を取っていただいて、お茶碗左手で押さえてお茶碗にください。
さるんですか。俺と同じパターン。そうなるよな。
綺麗ですね。なんか繊細な感じがしましたね。じゃあいただきます。前の方がうまかった。前の方が欲しかった。前の方が、あの、立った時分かったって言ったやんか。今分からんかったの。あれ立ってこんと思って。そうですね。もうでも、もしかしたらすごい早い段階で立ってたので、もう本当に最後に仕上げしちゃって、もう全然大丈夫だったと思います。ああ、そういうこと。粘っちゃった。粘り、粘りましたね。でもなんかすごいスナップの感じはすごい、一番なんか軽やかだったので、なんかもっと早めの感じで潔く終わってればよかったです。潔くね。でも綺麗でした。味はわからないです。ありがとうございました。好き、ほんま好きよ、これ。ほんま前に言ったけど。クリケットってね、ティータイムがあるから。あそう、ティータイムが長くてね、あるっていう興味ないけど、実は俺はティータイムがしたことない。そうなの。よくティータイムがあるって言われて、ドリンク休憩とか、ね、昼飯はランチはあるけど、でそのティータイムがある人、クリケッターがお茶をかけるっていうのが面白そうですよ、ね。海外のプロがやってるティータイムとかでチームで競ったりとかしたら、誰が一番面白そう。そのお茶の栄養というかどうなのかな。あのビタミンが、まあ、一番豊富なものとカテキンとかが入っていて、まあ、すごく集中力が上がったりとか、あの疲労回復の効果がすごく高いですね。まあ、普通のお茶とかっていうのはその葉っぱにお湯をかけてその出た汁をいただいてるんですけども、抹茶の場合は葉っぱをこう薄で引いてそれにお湯をかけていただくので、葉っぱをそのものをいただいているっていうことなので、昔からその薬として考えられているように、抹茶を一服二服っていうふうに数えられる、まあ、服用するっていうことで一杯二杯ではないので、まあ、すごくその栄養価としては高いので、私はそのリカバリー効果が高いと思っているので、練習の後とかはできるだけ早く飲むようにしてますし、試合の前とかは飲むことでやっぱその集中できる、だからリラックスと集中のこう両方を持ち合わせているので、ただあのドーピングだけはもしある場合は気をつけて、まあ、カフェインが少し入ってますので気をつけていただいて、同じものはできないんですか、はい、毎回やっぱ。そうですね。全く同じだけど全く違う。オンリーワンですね。けれども私はこう全く同じものを作るためにその日の気候とかお茶の量とかお湯の量で全く違う環境とか全く違うものだけど全く同じものを作ろうとしてますね。はい。だから全く同じように打つためには、まあ、少しずつこう違うように打たなきゃ。その同じところに方向を打とうとしてもこのボールが来たら体をこうひねるとか角度を変えるとかっていう風に同じものを生み出すために自分は違う動きとかをしているっていうような感じですね、うん、最後にそのお茶室の中で床の間っていうのが一番大切なところで、そこに掛け軸というのをかけているんですけど、今日はあの上から万里一乗の鉄という掛け軸をかけています。で万里っていうのは一乗百戦万のに里で、まあ、万里の頂上とかあのいうように遠い距離のことになりますね。で一乗の鉄はあの一本の鉄がこう長く連なっている様子を表現した言葉がこの万里一乗の鉄なんですけれども、これからまたいろんな大会とかがあったりとかいろんな目標があると思うので、まあ、一本の鉄のごとくこう折れない強い心を持って万里先の目標に向かっていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか？いや、すごくあのまず皆さんがユニフォームで来ていただいたことがすごく嬉しくて、うん、本当に？はい。なんかあのそれぞれの清掃があると思うんですけども、あのその清掃で来てくださったことが私はすごい嬉しかったです。ああ、よかったです。はい、来てきた甲斐がありました。よかったです。お茶の立て方は？お茶の立て方はマチリさん。間違えました。マチだけどちょっとあのうちの石流はその武家茶道なので、潔さっていうのがすごく大切なんですけれども、ちょっと粘り強くなんか潔さ良くなかった、ね、確かにまた交互期待という感じです。僕はすごく気持ちがこう落ち着くというか、うん、はい、でも非日常やけどでもやっぱ和の心というか、はい、俺ちゃんでも毎回違うっていうのを聞いているのは改めて
自分のやってることもそうだし、はい、突き詰めていかなきゃなと思ったから勉強になりました。ありがとうございます。皆さんもね、お茶本当いいと思うんで、ぜひこちらに連絡していただければやっていただけると思うんで、はい、お茶は日本人の心、日本人なんで、うん、日本人の心で、ね、やってほしいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。